結局力攻めとなってしまったか。私もまだまだ甘い。知っていますよ、官兵殿。あなたは最後まで戦争回避の道を模索していた。北条家当主氏直から名刀日光一文字をもらえるまでの信頼関係を築いたのでしょう。氏直が主戦派を説得する時間がもう少しあれば 無血解除はなったと思います。慰めは無用。軍師は結果が全てだ。あなたは頭がよくすぐに行動を起こせる。だから後悔することも多い。でもその即断即決によって救われてきた命もある。あまり、ご自分を責めないよ。責めてなどおらぬ。 私の頭の中はもう工場のことしかない。一夜城の出現により北条の士気は低下している。心を攻めるが最善と思うが、いかがか。さすが、切り替えが早いですね。私は今から策を練ります。<笑>まだ頭の中は事前に用意していた官兵殿に対する慰めの言葉でいっぱいなので。 平和的にでなく力攻めでしか北条を屈せなかった。高影、この結果は秀吉様の世に影を落とすことに。我ら二人の頑張りどころですかね。天の地を突き抜けさせてはなりません。ああ。 高影、勘兵衛は四国九州の戦で多大な功を挙げた。秀吉の天下統一事業はいよいよ大詰めを迎える。奥州の覇者伊達政宗も秀吉の傘下に入り、豊臣に反抗する勢力は関東の北条家のみとなった。天正18年、秀吉は 北条討伐を決意。北条の本拠小田原城を包囲する。包囲軍には高影、官兵衛の姿もあった。彼らは最後まで無血開城の道を模索していた。だが秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は 瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。高影、官兵衛はそれでも犠牲の少ない勝利を目指す。乱世最後の戦でも彼らのやり方は変わらなかった。 天神の将、小田原征伐。 その生を見届けよう。
二の丸まで攻め込んだか。こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやる。俺も我が軍を分断するためにやるの。急いで孤立した味方を救い出すんだ。タカカゲとの連携が断たれた。至急策を講じねばなるまい。関東殿のことです。太陽さんはすでに頭にあるでしょう。さらに精進せよ。開門。三の丸の敵を討ち、城の包囲を崩してやる。出させるのに関兵衛殿もそう考えているはず。まずはこの戦況を変えなくてはなりません。ここで一手その武勇あやかりたい。ここまではうまくいきましたね。私は引くわ。親方様、姫様、ごめんなさい。こちらは平静を取り戻しました。外の味方と合流できれば良いのですが。三の丸が劣勢か。娘を出せ。小田原の方へグリグリ解いてやる。みんな敵の組の作戦をよう跳ねのけだ。ここで一息入れろ。前武器ですか。暇はないぞ。豊臣の後継者の恥ウェイコントロYou're going to be a cop.
ユーマを撃ち、捨て車の火を止めましょう。小太郎が駆け回している今が抗議だ。ルートミの本陣を貸せ。北条も粘るぜ。ひでずくと本陣。同時に狙ってきやがった。敵将を撃ち取りました。サルの天下しかし出るの隣に頑張りましたね。勇み足についてはあとでゆっくり。みんなよう耐えた。こっから反撃だ。まずは砲撃で本丸を攻撃するで。サイド。はい、バック。今だ。全軍天使に突撃せよ。結束は永遠に不滅だ。戦況はそろそろ暗殺を実行しようと思う。相変わらず果断即決ですね。まずは互いの無事を喜んでもよいのでは。北条の魂まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は猛攻が来てもまだ抵抗するか。北条はこてしぶといわ。イデオス様、あの車には無通じゃない。奴らに門を開かせましょう。最後ようやった、カンベ。よし、東からも本丸へ進め。門を無血で開け、敵の戦意も下げましたか。さすがの官兵衛、いい仕掛け時です。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を岩港から追い出せ。北条の民兵を救いたい。そのためには味方の目をそらす必要がある。本丸周辺で派手に功を立てましょう。そうすれば味方も大きな功を望むはず。このまま毛利の手柄を独り占め、民兵の相手などしてられん。よき働きを。よくやってくれた。本丸で功を挙げるぞ。さあ民たち、今のうちに引いてください。あなた方が死ぬことは良い。氏康殿の願いではない。分かった。俺らは引く。北条のお殿様のために。そこで言ってる。この門を呼んで民を助けようとは優しすぎるな。
まではうまくいきましたね。小さき火種とて感化できん。ここまではうまくいきましたね。打ち取りました。太平の世はなった。慶もようやく読書三昧の日々を過ごせるな。ええ、ですが輝元がちょっと心配です。隠居する前に釘を刺しておきましょう。ここに豊臣秀吉のもと天下は統一され、乱世は終わりを迎えた。ですがこの太平も10年というところでしょう。やがて天下を二分するような大戦が起きます。ですが毛利家は決して関わってはなりませんよ。慶長2年、小早川隆景は病に倒れた。鷹影がいればこの天下分け目の戦いは避けられたろうに。最後の助言、あれは的確だったね。ま、助言は守られそうにないけど大丈夫です。これで日の元に賢人はいなくなった。おりますよ、あなたが。軍師官兵衛殿。